ちは間違えてコロッケなのにたこ焼きって打ってた。間違えた。コロッケ部、コロッケお願いします。今日はお魚イベントがあって、お魚イベントしてきて帰ってきました。帰ってからファーストラブを1話見進めまして、1話見終わったので配信してます。すいません、すごいマイペースな感じになってしまって。サバ、今日はお魚フィッシュワングランプリ来てくださった皆さんありがとうございました。食べましたかね、来てくれた皆さん。私たちも食べました。私食べたのはコロッケ、コロッケハルビョンたんぶんこして、あとあれ食べた、炊き込みご飯みたいなやつ。なんかね、全部ね味見サイズで用意してくださったので、みんなでいろんなもの食べました。メカジキの炊き込みご飯かな、とあとお蕎麦も半分ぐらいいただいて、結構ねいろんなものをメンバーで分けながらいろいろ食べましたよ。美味しかった。ちょっと暗いかな、まだいいか、ちょっと暗いか、電気つけようかな。かゆい、かゆいかゆいかゆい。さかなクンに会えまして嬉しかった。これも見せた。さかなクンのステージの時後ろから見てたんですけど、子供たち、見に来てる子供たちもさかなクンの帽子かぶったりしてて超可愛かったです。もうキュンキュン、そっちにメロメロでした。ステッカーもいただいた。なんか私が魚の子も見たし、なんかさかなクンさんに会えるのとすごい楽しみにしてましたみたいな言ったら、ステッカーいただいちゃった、2枚も、イエーイ。大事にする。私こういうの使えないんだよね、あんまり。これは私が描いたサバ、それぞれメンバー好きな魚を教えてもらって、それを私が描きました。でもサバがやっぱ自分の推しとしてサバを描いたので一番愛着ある。可愛くない？サバ、魚の絵がうまいかもと思ったインスタに載せちゃった。グラビアが続いてる、グラビアの写真が続いてるところに自分の魚の絵を載せました。かわいい、うまい。おお、おお、楽しい
気つけよう。パジャマだよ。下うん、部屋帰ってきたらパジャマっていうか部屋着でしょ。もう着替えたもん、上も下も。パジャマはパジャマでモコモコの着ますけど、やっぱ帰ってきたら部屋着よね。やだもん、お部屋の中までデニムとか。ね、もう日が暮れるのが早い。冬ですね。日が暮れちゃうよ、すぐに。あんなに暑かったのに。私もなんかちょっと寄り道してから帰ろうかなと思ったんですけど、もうファーストラブが満たすぎて、早くすぐ帰ってきた。インナーカラー評判どう？うん、どうとかないでもなんか今日はすごいインナーカラーが見える髪型をしてしまった。あ、本番はね、ねじりでピン、ねじりハーフだったんですけど、家帰ってきてハーフツインにしてしまった自分で。でも早く暗くしたいな。落ち着かないもん、やっぱりこの色があることが暗めのインナーカラー入れたい。もうやだ。なんかお菓子食べたいな。食べていいですか？やめた方がいい？ちょっと待ってて、探してくる。いいですか？ファーブルトン、なんだろうこれ。なんかこれはこの前 Uber Eats でなんかローソンのものをいくつか頼んで、でまあ、いくつかある中でスイートポテトみたいなのを頼んだんですよ。そう、そしたらスイートポテトじゃなくてこれが届いたの。確かに見た目そっくりなんだけど、スイートポテトじゃなくファーブルトンというお菓子が届いて、聞いたこともないので、なんだろう、結構シンプルななんか材料だけど、なんだろうって思いながら食べてない間違っちゃったっぽい。どこ食べる？
あったかいお茶飲んでるんでチョコが溶ける口の中で。おいしい、おいしい。帰ってきた時は暑くてすごい冷たいものが飲みたくて、なんかねリンゴ味の蜂蜜があるんですけど、フルーツ味のその蜂蜜と炭酸水溶かしてなんか美味しい甘いソーダ作って飲んでたんだけど、急に寒くなってあったかいの飲んでます。ファーストラブは7話まで見ました。あと2話、え、あと2話、あと2話で終わっちゃう。どうなるの。もうなんかね、さっきも泣いちゃった。すごい、やっぱ私親子系に弱い。なんかちっちゃい男の子とのシーンで泣いてしまった。めちゃめちゃもうずっといいシーンだらけなんだけど、すごい、ほんと一日で見終わる。一気見です。結構一気見する最近。なんか映画を今まではたくさん見てたけど、なんかこのこの半年もないけど、まあ、夏ぐらいからめっちゃドラマを一気見してます。日本沈没とかマイファミリーとかごめんね青春とかタイガー&ドラゴンとか拾われた男とか他にも結構見てる。なんだっけ、あと全然出てこないけど、拾われた男はもう良すぎて今は小説読んでます。一家出さなくて。今ね拾われた男は小説に入りました。小説を見てみたら全然そのドラマに入ってない、なんていうの、目次がいっぱいあって拾われた男めっちゃ好き。なんか今日まつげすごい綺麗に上がってるよ。こっちとかこっちの方がまつげが多い。こっちはあんまり、こっち結構抜けちゃってる。でも今日綺麗じゃない。目ん玉になんかいろいろ映ってそうだな。部屋が映っちゃうよ。日例の録画見たよ。ありがとうございます。昨日の見てくれてる TVer にもあるかな。見てください。ありがとうね。嬉しい。好きだと言わしてさよりちゃん大事。
したもんだよ鈴木くん、変身するよ、てっ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 て本番は笑わないぞと思ったけど笑っちゃったよ。だってさ、みんなお面つけてくれてるんだもん。前で歌詞を出してくれてるマネージャーさんもつけてたしさ、だしファンの皆さんもどんどん振り覚えて一緒にこうやってやってくれるしさ、もう楽しすぎてさ笑っちゃったよ。しかも朝とかさ、なんかスタッフさん、AKB のスタッフさんが「えお魚天国ライブでやんの?」みたいな、「やば行こうかな」とか言って、行く場合お面なきゃダメだから「マリアちゃんタコ作って」とか言われてさ、でもやっぱ仕事あるから行けないからタコ大丈夫とか言われて、もうなんかもう本当に楽しすぎて、お魚天国やるの本当に楽しみにしてたのね。フルコーラス4分半ぐらいあったよ。ありがとう、4分半も見てくれて。面白かった。サビね、4回出てくるからね、最後怒涛の3回しだからね。でもなんか私が本当なんか張り切りすぎて、このお魚天国をでリハでもう本当誰よりも笑っちゃって、リハで泣くぐらい笑って、でなんかせっかくだったらお魚つけましょうとか言って、お面、お魚のお面作りましょうよとか言って、えいいねいいねみたいになったんだけど、まあ実際つけないだろうなって思ってたら、マネージャーさんがお面の作り方とか検索してて、え本当にやるんですかってなって、じゃあ私自分のサバ書こうとか言って書いて、そしたら楽しくなっちゃってみんなの分とか書いて、まあ、一応お面にして作って、それで昨日なんか3時間ぐらいかかったんですよ。でマネージャーさんの分とかも作って、まあ、いざできたけど実際みんな被ってくれないだろうなと思ったら、もうなんか全然被るみたいな感じでびっくりしました。嬉しかった、おもろ。イエーイ、サバかわいい。サバこれどうしよう、ほんと捨てらんない、どうしよう、飾ろうかな、額縁とか入れてアート。でもなんかね、なんか占い師さんにね、あなたはなんか絵とか料理とかしたら絶対にそれをなんかアップしなさいって言われたの。なんかあなたは芸術の星があるからなんか作ったらアップしなさいって言われたの。だからインスタに載せてみました。芸術の星なんてなさそうだけど、まあなんか可愛く描けたの、かけたし気に入ってるからインスタに載せちゃった。料理とかもアップしなさいって言われた。まあそれは占いというよりもなんか占いというか、まあね、まあでもその通りだなと思うことなのでね。載せてみた。でインスタで今日はリールをね
投稿しようと思ってるので、リールを作ろうかな今から。1日2個もさ投稿していい？いいですか？水着リール、まあ明日から違うシュープレ、今日までだしね。どうやって作るんだっけリールって。あー、どうやって作るんだっけリールのところを押して右上、これか。作ってみるリール。音楽とかどうしよう。待って待って、これ時間かかるんだよね意外とね。でも何も伝わらないですよね。いや動画が多いんですよ、めっちゃ超動画いっぱいある。え、どうしよう。早速でもサウナ編と普通編で分けようと思ってて、そうちょっと今日はサウナ編じゃなく普通のリールを、サウナはなんか忘れた頃に載せようかな。サウナ動画もいっぱいあるから。どうしようかな。どうしよう、うん、いっぱいある。どうしよう、これ何の曲がいいんだろう。曲はまだ後ででいいか、合う曲探せば。可愛いかな、分かんなくなってきた。でもなんかオフショットとかを見てシュープレ買いましたって人が結構いたので、あ、オフショットって載せる意味あるんだって思った。なんかオフショットだけ見て満足されちゃったらもったい、なんか意味ないなとは思ってたんですけど。てかこのまあいいか、こうどういうのを作るか相談しながらやっていけばいいのか。難しい。あ、これかな。最初何にしよう。この私可愛いかも。可愛いんだけど。可愛い。これだけで良さそう動画。自分で言う。このかわいいじゃん。でこれリール音楽魚天国にしようかな。待って、どうしよう。これじゃないな。むずい。
ちゃんと作ってるからね。迷いがあるだけ。どれくらいの秒数がいいんですかね。長すぎてもって感じ。どうしよう。こういうのもある。でも過激かな、ちょっと全身って。むず。音楽大事だよね、結構こういうリールって。この動画の雰囲気に合う、なんかゆるめなのないかな。なんかそういう流行りの流行りの音楽みたいなの分かんないんですよね。今ここで作ったのを配信終わったら載せればいいか。あんまりカメラマンさん映ってない方がいいよね。難しいな、作るとか言っときながら。なんか逆光の動画がいっぱいある。
これやばくないですか。埋められてる。砂風呂。なんか意外といい動画ないかも。こうやって改めて見てみると。サウナ編のがいい動画多い。ポンズの動画が出てきた。これで何秒だ？何秒とかってどうやって見れるんですか？あ、間違えた。なんか今の動画違う。もうどうしたらいいん、これ作り方わからん。違う違う、もうなんか今のナウの動画を撮って入れてしまっている。やばいやばい、どうやってやんの。最初に戻らない、編集を続ける。何、次へ次へ。やばいやばい、このまま投稿しちゃうところ。え、違う違う、これ戻す。この動画いらないってやつどうやってやるんだろう。え、違うな、違う違う、何これ。え、何これ。違う、何、どうやってやればいいんですか。違う、また今の動画撮っちゃったよ。戻るとかないんだ。左上にバッテン、左上にバッテンしたらさ全部終わっちゃう。戻るみたいのないの。あ、また今の動画撮っちゃって。もう、テンプレートって何。テンプレート使おうかな。テンプレートをしよう。え、クリスマス？クリスマスじゃないな、絶対に。ちょっと待って。え、
嘘でしょ。全部消えたかもしれない。あ、消えてない、よかった。もういいや、一からやろう。もう本当に無理だってさ、やったことないもんこういうの。あんまり TikTok とかもさ、むずい。これ何、テンプレートって何で。テンプレートやめる。じゃあもうで音源先に探そうかな。でも夏の曲だったんで、あ、夏の何何何、夏のあれだったんで夏にしようかな。ってことはもう平井大さんだわ、夏といえば。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってよ。むずいね。むずいな。夏といえばチューブ。令和、令和、私の令和。ちょっと待って、一旦落ち着こう。ちょっと待ってよ、苦手だなこれ。これ苦手だぞ。もうこのテンプレート使おうかな。じゃあもう一度やります。もう一度一からやります。最初は、最初はこの漏れてるやつね。からの、これこれ良い。めっちゃ一瞬だけど、でも一瞬をつなぎ合わせればいいんだよねきっと。待って待って、首が痛くなってきたよ。こういうの上手い人はどれくらいで作るんだろう。お手上げララバイ。
一回追加しちゃったらもう後戻りできないんですかね。わかんないか、これみんなわかんないか、もうここまで来たら。むずいよ。むずくないんだけど、決断力がない私にはちょっと厳しいな。思い切りがないとさ、よしこれでいいやって思えないよね。ここを使おうとかさ。画面見せるのってダメなんだっけ。あれ、急に素の顔に戻る時があるんだよね。これを集めた方が逆に面白いかも。素の顔特集みたいな。やばいよ、決断力がないですよ。この動画のどこの瞬間を使おうかで悩んでる。もうどこだっていいよ、どこだっていいよ、絶対こんなの。なのに決められん。よし、決めた、ここにしよう。あざとい動画になってますよ。ポン酢が出てくる、かわいい。小田がね、シュープレ買ってくれたんだって。ショールームしながら見るって言ってた。もう昨日やったのかな。
え、もしかして長くなっちゃってる？長いかもしれない、長い説がある。え、でもこれ削れないよね。でもさ、自分がいいと思ってるさ、この瞬間とさ、人が見ていいと思う瞬間違うもんね。そんなこと言ったらもう切りないよね。すいません、なんか置いてけぼりで。この作ってる画面を見せれたらいいんだけどね。え、もしかして写真も入れられるの？でもそんなことしたら本当にキリがないな。長くなっちゃってそう。あ、やばいやばいやスナブロって何なの？ちゃ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 。ほんとすいません、謎配信になってしまって。え、もう難しい、本当にごめんなさいね。謎だよね、本当に謎な時間を。すいません。あー、ポン酢がちょいちょい出てくる、かわいい。ちゃんちゃちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃちゃなな、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃん、はーのーはーのもういっか。やばい、すごい長くなってしまって。そうだ、
けども、で次へ押してこれの音楽を決めるんだよね。音を消してまず、すいませんね本当に。夏とか打ったらなんか出てくるから、うーん、いけないんだよ平成だな。はいはい、ちゃん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 、あー歌詞がないパターンのやつね。 J-POP じゃないっていうことね。なるほど。うわー、どっちがいいんだろう。でもなんか J-POP の方が、私はリールとか見てるとき J-POP が流れてきた方がなんか見ちゃうんだよな。全然自分の意見だけど、なんかクリスマスソング、あーいいね。わあどうしよう、あリールが、リールめっちゃ投稿されてるやつは教えてくれるんだ。やばいって決めらんないって。これかな。これかな。でも待ってね。うわ長いな私のこの動画絶対に。長いぞ。あ、30秒ないや、30秒なかった。あれやだ、あ、違うか。あれなんか思ったより短い。もうすごい時間かかってるだけで全然短かった。まあいっか。ちょっと皆さん、私ダメです、向いてないです。でこっからまたフィルター選ぶんでしょ。どうしよう。
いや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 、こういうのな、こういうのできないんだな私。できるようになる、なろう。うん、何何、もともとさ、こういうこのフィルターがいいっていうのも用意しとかなきゃなのね、きっとね。はいはい、やだ、なんかティンカーベルになるフィルターつきちゃったよ。まあいっか、これで曲が途中で終わっちゃうのがちょっと気に入らないんだけど。そんなこと言うな、そんなの仕方ねえ。でもサウナ編も後で作りたいし、そんなのよりこんなのいいから早く見せろって感じですよね。いや、妥協。あれ？曲曲、今の曲は何？これ。なんか曲おすすめないですか？ないよね。一旦魚魚魚で見てみるね。いやおもろいな、お魚天国で水着動画絶対違うもんね。だってでも冬っぽい方がいいの逆に。いや違うよね、水着でさ冬ってさ違うよね。でもさ、アーティストさんの曲を使ってしまったらさ、そのアーティストさんからさ、いやこんな水着の動画に使うなみたいになんないかな。いや、自分を信じよう。自分の感覚を信じて。
90段が分かったでしょ。これや。できたよ。もういいや。できました。すみません。え、カバーを編集？カバーを選べた？カバーはじゃあ普通の写真にしよう。いやー参ったでよ。ちょっと待って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 、落ち着いて清水マリア。これ次へ押してカバーを編集。あ、なるほどね。なるほど。ちょっと待ってよ。ってなると、いや難しいね。慣れればさ簡単にできるのかな。いや違うの、素材が多い、素材が多いんです、ありがたいことにね。いやこれじゃないよな。すいませんね本当にね。でも見てくれてありがとうね。サウナ編作るときはもうちょっと上手になってるかな。よし、できました。お待たせいたしました。っていうかすいませんでした。こんなかかる？すごいさ軽い気持ちでだったわ。本当にごめん。もうやりません。もうね触らない。もういじらないよ。もういじりません。もう
大丈夫です。もうね、もういい、このまま世の中に出す。はあ、だってもともとある動画をさ選んでさ切り取って貼って曲を選ぶだけだよ。それになんでこんなに時間がかかるんだ。なぜなら、なぜならば素材が多いだよね。あと40分。じゃあもうシェアしちゃうよ。え？今はねカバーを選んでます。選んでるっていうか調整してる。どうしよう、顔を写すか写さないかで悩んでる。これ後から変えられない。これにしてみよう。キャプションって何ですか？文章？週刊プレイボーイの撮影風景を、風景もうシェアを押すだけです。すいません、皆さん本当にちょっと心配よ。でもじゃあシェアします。じゃあ行きます。大変お待たせしました。ではシェアをしたいと思います。はあ、なんか疲れた。あー、ちょっとでもバズったらいいけど。はい、シェアした。本当はこういうの載せたくないけど、ちょっとでもバズったりするのならばと思って、実際インスタのいいねの数とかもさ、フォロワーも増えたしさ、動画だから投稿に時間がかかるぽ。すごい時間かかるなこれ私の場合。だから暇だ、何しようって時リール作ればいいんだ。あ、出たかも。わ、暗っ。わ、暗っ、最悪。え、暗い暗い。え、もっと明るい映像にしたつもりだった。暗っ。え、ちょっと待ってよ、暗っ。待って待って、やだ、暗い。やり直したい。しかも画質悪くない？こういうもん？もう無理なんだ。暗っ。これもう直せないんだ。暗くない？暗くない？めちゃ暗くない？なんか。
仕方ない、初めてにしてはいいんじゃない。すごいプロの方ですか、なんかすごい。明るくすればよかった。まあいっか。ちょっと納得いってない。まあいいや、もうしょうがない。でもせっかくねマネージャーさんがずっとこう携帯で動画を回してくれてたので、そのおかげでたくさんたくさん動画があるからね、絶対いつか使おうと思ってたんですけど。じゃあぜひいいねとかくださいね。そのうち忘れた頃にサウナ動画を載せたいです。はあ、曲がいい。やっぱさ、夏といえば私の中では平井大さんだからさ、夏の動画だしね。すいません、ありがとうございました。見届けてくれて、作ってる時間を。帰らないおじさんも TVer で見ながら実況配信みたいのしようと思ったけど、なんか思ったより時間つく、なんかやっちゃった。今度やろう、おじさん TVer で見るやつは。夕ご飯を買ってるの？買ってません。暗くなっちゃった。やだ、夜？まだ6時になってないのに夜だ。やだ、寒そう。サッカー見ながらすき焼きを食べる。今日さ、ほんとみんなサッカーの話してた。サホさんとかハルピョンとかマネージャーさんも今日が大事な試合って言ってた。サッカーあと1時間ちょっとでキックオフ。おお、始まるね、ついに。サッカー見るの？いや、私はファーストラブを見ますけど、ファーストラブの合間でサッカーとか見ようかな。じゃあ見てみよう。サッカーってまだ試合ありますか？今日終わっても日本。いつですか？木曜の深夜4時。深夜4時、朝やん。朝じゃんか。
あ、ミュートになってたわ。1日か。1日までか。4時はダメ、できないね。でもすごい、みんな見るんだ。すごいね、日本が一つになる。てかサッカー見てないのに毎回の配信でサッカーの話してる気がするんですけど逆にすごいよね。でも昨日のインターンを見ながら実況配信楽しかったから、なんかそういう見ながら配信楽しいなって思った。一緒にね、見ながらなら。コメント来てる。オフサイドとは知ってますか？インサイド、オフサイドみたいな。私は本当に詳しくないです。本当に詳しくないので分かりません。バスケのルールでギリ知ってるぐらいだもん、スポーツって。本当にでも正直なんか小学校の頃とかスポーツクラブだったし、サッカーとか野球とかもやってたの、男の子に混じって。だから多分プレイする方はまだねセンスはあると思うんだけど、見るセンスはねないです。多分いや野球だって絶対できるもん、私超自信ある。やりたい、やりたい。草野球とかやってみたい。なんかフットサルとかやってみたいけど、なんかそういうテニスとかもやりたいけど、なんか大人ってさスポーツしなくないですか？大人でもさスポーツしたいよね、なんか部活みたいなの。でもなんか私、あ、でも昔シャバス行ってた、高校生の頃は。たまに、ほんとたまにバスケやってた。社会人バスケやってたけど、やめたな。なんか大人になって、やっぱり人間関係か。そういうのやってる友達がいないと、だから人間関係が広くないとそういうのやってる友達にも会えないよね。いるのかな、そういうのやってる女子草野球チームとか女子フットサル。でもなんかこういう私レベルの全然できない人たちのやつがいいな。スポーツね、やりたいな。だってさバスケとかってさ8分間走りっぱじゃん基本。しかもほぼダッシュとかで行ったり来たりとかを4回とかさ、超運動になりません？30分ジムに行くよりも絶対バスケをなんかフルでやった方が
運動になるじゃん多分、まあ、なんか部位とか違うと思いますけどって考えるとそっちの方が絶対楽しいしって思うんですよ。やりたい。超下手そう今やっても。いいですよねスポーツ。何時から？7時からとかですか？サッカー。あと1時間ぐらいだね。やば、なんかダラダラ喋ってダラダラリール作ってたら結構時間が経ってる。ほんとすいません。いつもコスタリカ19時キックオフ。すごい、みんな19時を楽しみにしてる。もしさ19時から私がさ配信始めますって言ったらどっち見るんですか？どっちかしか見えないよってなったら、どっちかだよ。どっちかしか見れません。どっちもアーカイブありませんだったらどうですか？はいはい、じゃあ投票します。投票機能使います。これ嘘なしで、嘘なしでね、私の配信を選ぶ人は1、サッカーを選ぶ人は2。条件は19時から生配信しますよ。じゃあ料理配信しようかな。料理配信しますよ。で19時キックオフですよ。どっちもアーカイブありません。だったらあなたはどっちを選ぶ？投票スタート。え、嘘だ。10、9、あ、1が配信、2がサッカーで、1が配信、2がサッカー、1が配信、2がサッカー。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。え、1が配信、2がサッカーだよ。1が 64%、 2が 36%。 嘘、私だったら絶対サッカー。嘘、ありがとう。本当に？でも私は正直な2の人たち素敵だと思います。私だったら、いや、サッカー見るな。だってさ、だってさ、二度とできないんだよ。二度とできない。だって料理配信なんてさ、いつでもできる。同じ料理いつでも作れるけど、そのさ試合って二度と見れないんだよ絶対に。絶対私試合選ぶわ。でも正直な人いっぱいいて嬉しい。正直ラブ。マリア選んだ人は嘘つきにされた。そんなことないよ。そんなこと言ってない。配信もその場限り。そうかな、そうかな。こんないっぱい配信しててありがとう。そんな風に言ってくれて。もっとなんか質の高い配信できるように心がけます。面白い。みんなをちょっといじめてみた。サッカー配信同じですか？私が実況する。でもこういう無知な人が実況するのって逆に面白いかもしれないよね。
かみんな真面目だね。すごい私軽い気持ち、いたずら心で質問してみたけど、みんな真面目で可愛い。オフサイドとかなんでってなりそう。なんでってなるようなことなんだ。想像してみようかな。オフサイドって何なのか。オフサイドでしょ。だからサイドをオフしちゃったんだよ。だからコートからはみ出たんでしょきっと。はい、わかりました。コートからボールが出ちゃった時オフサイドだけど、タイムは止まりませんよのこと。どうですか。ブブあ、じゃあボールじゃなくて人が出ちゃう。あ、そんな関係ないか。オフサイド、え、線からはみ出たじゃないの。サイドオフサイド、え、コートの線からボールがはみ出たじゃなくて、コートの外でにボールを、あ、いや違う、え、なんだろう。あ、ボールが普通にどっか飛んでっちゃった、コートの外に。こと？バスケではありえないルール。一番後ろにいる人より前にいちゃいけない、行ってはいけないサイド。あ、それってラグビーだっけ。なんか前にいる人にパスしちゃいけないってやつ、後ろにいる人にしかパスしちゃいけないっていうやつ、それってラグビーだっけ、アメフトだっけ。え、当たり、それはラグビーだって。それもなんでって感じだよね。でも歩いていいんでしょ、トラベリングじゃん。何、待って、でもサッカーも前にさキックでパスするでしょ。オフサイド、線が関係してんじゃん。この真ん中、コートとコートの真ん中の線を、この真ん中の線あるじゃん、中央の、ここを全員が越えないとシュートできない。こんなルールない、こんなルールない。だからボールに関係してんだね結局ね。だからこのコートのラインと関係してんだね。コートのラインをボールがはみ出るのは違うんでしょ。だから人だね。あ、コートから普通に出ちゃいけない。もういい、調べてみる。もうね、コートのラインではない、人間関係、人間は関係ある。ちょっと待って、じゃあラストチャンスね。何を言ってほしいって言われたんだっけ。はみ出たらでしょ。パスをパスを3回以上しないとシュートできない。
違う？みんな笑ってるだけじゃん。むずいね。ちょっと調べます。オフサイド、しかもオフサイド、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 どっちどっち。今までで合ってた最初の言い方、オフサイド。オフサイドを分かりやすく説明。オフサイドポジションとは以下の3つを全て満たした。何？オフサイドが何かって聞いてるの。オフサイドとは攻撃側のチームの競技者が得点を得るために守備側チームのフィールドで待ち伏せすることを防ぐために作られたルール。オフサイドポジションにいる味方にパス。どういうこと、どういうこと。私こういう説明ちょっと無理。要するにサッカーの難しいルールがたった一つでわかる。オフサイドってどんなもの。あるチームの選手がプレーまたはパスをした時点でパスの受け手がオフサイドポジションにいて利益を得たと言ったから、オフサイドって何。オフサイドポジションにいること自体は反則に、あ、はいはいはい、ゴールの近くってこと。あ、ラインがあるんだ。オフサイドラインっていうのがあって、ゴール下にいちゃいけない、ゴール下で待ってちゃいけないってこと。ゴール下じゃないけど、バスケで言ったらそういうことでしょ。ゴール下で待ち伏せしてパスをもらってシュートはダメだよってことだ。イメージね、イメージ。だってそんな詳しいこと聞いてない。なんとなくでいいよみんな。なんとなくだったら合ってる。見えないライン、あ、ラインは引いてないんだ。なんで、じゃあどうやって見えるの。ラインは感覚。今ここギリセーフじゃんみたいなのはなんないの。あ、敵の守備より後ろで待っててボールをもらっていけない、一番後ろにいる敵がライン。わかりやすい、はいはい、なるほど、そうなんだ。あ、じゃあバスケでいう速攻みたいなことはなんかダメなんだ。はい、自分のボールになった、誰もいない、行っちゃうよみたいなのはダメってこと。あ、そうなんだ、面白い。あ、じゃあディフェンスが全然あっちのコートに行かなきゃいいんじゃん。でもそれを抜いたらいいってこと。抜くのはいいんだ、パスはダメだけどってことか。あ、そっか、抜くのはいいんだね、きっとね。へえ、おもろ。スポーツってさ、よくこんなルール思いつくよね。全部のスポーツにあれだけど、サッカーって手を使っちゃダメなの知ってたよ。キーパーはいいんでしょ。面白い。バスケとかありだよね、全然ね。あっちの方にいるさ、味方にさパスしてさ、ゴール下でさシュートしてさ、ありだよね。面白いね。勉強になりました、さすが、ありがとうございます。とりあえず今日は推し選手を見つけてほしい。それはこの選手頑張れってこと。あー、でもなんかスポーツ選手で推しってって思ったけど、確かにオリンピックの女子バスケ見た時推しできちゃったもんね。オリンピックのバスケは見ました。ちゃんと熱くなってポテトとか食べながらちゃんと見ました。
男子バスケも見た。だけどやっぱ女子バスケの方が面白いって思っちゃった私。そのオリンピックはなんでだろう、なんかチームの戦いって感じがしたからかな。あ、そのさ、そのごめんなさい、皆さんが書いてくれてる選手、お代理の推し三笘選手推しなんだよね。あ、公言してる推しなんだ。なんか言ってた、プレーがすごいって、ドリブルがすごい。へえ、ドリブルの天才って。そう、小田がね買ってくれたんですよね、プレイボーイ、週刊プレイボーイ買ってくれた。堂安選手すごい、みんな詳しい。そんなこと言われたら見たくなっちゃった。興味が湧いてきた、見るかも。これでマリアちゃんもサッカーのにわかファン。そう、にわかにわか、なんかにわか言ってないしね、ファンってっていうのも失礼な話なんだけど、興味が湧いてきたよっていうね。そうだから、こういうなんか薄く興味を持った人のことを不快に思う人っているじゃないですか。だから渋るんだよね。厳しいよね、そういう時のファンってね。でも私にわかファンウェルカム、にわかウェルカムだよ。私清水マリア、にわかファンウェルカム。ファンが大いに越したことはない。確かに、にわかってなんだろう。面白いな、ルール面白。そのさ、ラグビーがさ後ろにしかパスできないっていうのもね、ほんと不思議。こう抜かなきゃいけないってことでしょう。前にパスはできないから、こう走っていかに前に進んでパスするってことでしょう。でもこう走ってたらこう止められちゃうわけでしょう。すごい難しい。野球はそういうなんか難しいルールありますか？私の友達ラグビー大好きでめっちゃ試合見に行ってたりしてた。インフィールドフライインフィールドフライインフィールドフライ、あー
ってる、まずイントネーション、インフィールドフライ。ちょっと待ってね、これ私が今やってるこれゲームはゲームになっちゃったけど、皆さんが知ってるスポーツの知識の用語を私が何かを当てるっていうゲームしてるから答え言わないでくださいね。インフィールドフライはインフィールドのフライでしょ。だからそれはルール、禁止のルールってこと？インフィール、はい、インフィールドフライしました、はい、ダメってことってなるやつ？やっちゃいけないよのルールですか、インフィールドフライ？インフィールドフライはオフサイドより説明難しい。あ、こうなったらインフィール、はいはい、それインフィールドフライってなるってことでしょ。はい、それインフィールドフライですってなるのはどういう状況でしょうかっていう問題でしょ。インフィールドフライ、それはインフィールドフライ、インフィールド、あ、はい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 、こう打ちましたけれどもめちゃめちゃ上がっちゃって、あのこの これよりもこっちに行っちゃった、あ、それただのあれか、アウト？こっちに、この自分側に飛んでっちゃったみたいな、あ、これはただのファール？違うね。それをキャッチャーがキャッチしました、でアウトになるやつ。それはキャッチャーフライだって。インフィールドフライ、インフィールドフライ、インフィールドフライ、こう打ちました、打って普通にフィールドの中、この普通にこのファールとかならず普通にピューって上がって、何？いや分からん、分からなすぎ。だってオフサイドより難しいんでしょ。ダブルプレイを理解しないと、あ、ダブルプレイ、はい知ってます、はいはいはい、ダブルプレイ知ってるよ。あれでしょ、あれなんだっけ、こう普通に打って走る人、あれダブルプレイってなんだっけ、あの2人アウトにするやつ、2人アウトにするやつよね。はいアウト、はいアウトってやつでしょ。これがダブルプレイですか。でこれを、これに関係するインフィールドフライ、むずいよこれ、難易度高いでしょ、もしかして。意図的にダブルプレイを取るのを防ぐための、ダブルプレイを防ぐためのルール、ダブルプレイを防ぐ、え、ランナーがいる場面で内野にフライを投げたら、内野フライで内野がわざと取らないでダブルプレーをすること。
としてインフィールドフライを宣言されたらその時点でフライを落としても打者はアウト。え、それ答え？何？どういうこと？わざとボールを取らないこと？フライを取ったらランナーは戻らないといけない。ボールが落ちたらランナーは進まないと。フライでアウトの場合ランナーが塁に戻らないといけないのは分かってないと。フライで、あ、そうなんだ。フライでアウトの場合はランナー、いや分からない。はい、調べます。インフィールドフライ、ちょっと、インフィールドフライとは、インフィールドフライ、インフィールドフライって何？宣言の条件や規則の目的を解説。宣言。インフィールドフライとは、野球のインフィールドフライは公認野球規則本規則における用語の定義40で以下のように定義されています。ゼロアウトまたはワンアウトで走者が1・2塁、1・2・3塁にいるとき、打者が打った球で内野手が普通の守備行為をすれば捕球できるもの。つまり以下の3つの条件に当てはまった場合にインフィールドフライが宣告される。無視、アウトってこと？全然意味わからん。インフィールド宣言っていつするの？宣告？はい、今からインフィールドしますっていうの、それとも打った瞬間、はい、それ多分インフィールドみたいな。どういうこと？むず。完全使い。頻繁に起こるプレーではないので難しくてよくわからないと感じる方が多いと思います。インフィールドフライ、うわー長い説明。フィールドフライの条件、バッターが、ん、ちょっと待って、皆さん教えて。フライが上がった時にインフィールドフライを宣言する。あ、じゃあ上がった時に、はいはい、これインフィールドの高さみたいになるってこと？フライ上がった、ランナー走らない、わざと落とす、ダブルプレー。フライが上がった、走んないよ、わざと落とす、ズルしてダブルプレイするの禁止って言われる。取れると思って走らない、取れる、あ、これ取られちゃうな、これ取られたらアウトが2つになっちゃうから走らないでおこうってやつ。違うか。え、当たり？当たり？これがインフィールドフライ宣言、あ、宣告？うん。でも今なんかちょっとこうなんか答えに近づいていく感じがすごい気持ちよかったので、もういいです。難しすぎる。それまでのルールがわからないとわからないってことよね。
いやーむずいね、面白いね。いやーすごいねみんな。いいクイズだねこれ。クイズおもろ。私こんなクイズ出せるのない。例えばじゃあシリボールドとは何でしょう。これは撮影の時の、撮影の時に使うやつ。まあなんだろうな、撮影をやりやすくするために、円滑に進ませるためにやる行為。業界用語とかある？だからそれもう同じでしょ。サッカーとか野球にそういうルールがあるように、映像とかを作るのにもそういうルールの用語があるよっていう、同じですよ。あとはなんだろうな、コンサートの用語とかで言ったら、コンサートライブ、 AKB のライブなんだろう、特にないか。おい外周言うな。外周とは何でしょう。 AKB クイズ、 AKB 用語クイズ。何でしょうか。これさよならモーリさんで言ってました？外周の説明。なんかママにマリって外周なんとかって言われたから、なんで知ってんのみたいになって、なんかさよならモーリさんでみたいな言ってた。外回りの営業。外回りの営業。あ、毛利さんで言った。これから輝く人たちの集まり。いや輝いてるわ、輝いてるわ。非選抜が悲しくなる場所。うん、非選抜。外周って言葉がさ、もうこうやって公式的になっちゃったよ。でも私見てないんですけど、その非選抜企画。外回り受けるんだけど。多分さ、その元のさ、なんかあれはさ、多分こう AKB がドームとか大きなステージでコンサートする場合、本捨てに選抜がいて、こう花道があったじゃないですか、でっかい会場でやるとき。その花道にいるメンバーのことを外周って呼んでたんだよね。でやっぱそこの本捨てに選抜がいる場合、この花道に選抜以外のメンバーがいることが多いから、本捨て外周とかって呼ばれてたんだと思うんだけど、まあ、ステージがこういう状況じゃない時も外周って呼ばれちゃうんだけど、もう外周じゃないよねっていう、わかりますか。ただのあだ名になってしまった。でこの前のコンサートの時は外周外周言われすぎて、でちょうどその頃、その後とかのタイミングでの収録だったんだよね。あれが確かにもっといい呼び方を考える企画。いや確かにそれ言って終わったんですか。外周って呼ばれてますって言って企画終わっちゃったの。じゃあ違う呼び方考えようみたいになったらいいのにね。選抜って呼ばれるのも嫌な感じじゃない？いや、てか AKB の中にいるから選抜選抜じゃないで分けられちゃうだけで、全然清水マリアとして一人で活動してたら
AKB の選抜なのって聞かれることなんてないし、選抜だからどうとか選抜じゃないからどうってならないですけどね。それを知ってるし、そういう AKB の外出て仕事とかすると、あ、外周だからって特別なんかダメなわけじゃないかもなって思えるから別になんかそこへのこだわりは私はないかな。そんな選抜だから、あ、じゃああなた選抜 AKB の選抜じゃないんですね、じゃあキャスティングできませんとかじゃないと思うからだからなんかそこまでそんなかなとは思ってるし、彼のおじさんとかドラマ出れたりとかした時は逆に、はい、非選抜なのにやったりましたよって思えた。確かにね、総選挙があったらないみたいになるけど、確かにあなた選抜なの選抜じゃないのっていう考え、 AKB 知らない人からしたら選抜って何、選抜と選抜じゃないくくりがあるのぐらいになるかもしれないしね。まあ人によると思いますけどっていう風にプラスに考えてはいます、経験上。だからそこまで私はなんか執着してないかな。でももちろんファンの皆さんからしたら MV、 新曲の MV に出てるとか、テレビで新曲披露してるとか、コンサートで前の方で踊ってるとかがやっぱそうなるのは選抜だからそれを望んでるとは思うけど、でも私がやりたいのはなんか演技で頑張りたいって思ったから、なんかだからそんなに私は気にしてないです。その外周外周呼ばれる時期は本当に嫌だったけどね、外周って呼ばれることが。でも実際本当に全然なんか自分なんていうの、必死に言い訳とかをしてるわけじゃなくて本当にそう思ってて、そうで、なんか一人で外出てドラマ出れたりとか短編映画できたりとか舞台できたりとかできてるから、自分を信じようって、自分のやりたいことを信じようって思えただけ私は幸せだなって思います。伝わってるかな、なんか変な風に伝わってたらやだな、語彙力。でもすごくない？ドラマ出てること、選抜じゃないのに。それはなんか今までの自分の選択がここにたどり着いたんだなって思うようにしてる。だからこれからも自分のやりたいことと直感を信じてやっていきます。
本当に自分が選んだこととそこで出会った現場でこうどんどんつながれてって積み重なってこうご縁がつながっていく感じがここ 1,2 年でなんか目に見えてるからそれは嬉しいことですよ。とてもなんか語弊招いてたらやだな、なんか変な風に解釈されてたら超やだな。大丈夫かな。待って、なになになに、クマタワー、コロッケクマタワーありがとう。なんかすごいいっぱい来る。え、そんなにやめて、やめてとか言うのも変だよね。ありがとう。クマタワー、コロッケタワー、ソウスケ、グマニア、ありがとうございます。ありがとう。コロッケ部今ない。ありがとう。なんでなんか真面目に話しちゃったの恥ずかしいじゃん。真面目に話しちゃった、そんなつもりなかった。だってさ、スポーツのさルールがわからないから AKB のあの名称この名前してますかみたいななってこうなっちゃった。恥ずい、恥ずかしい、真面目な話しちゃった。ありがとうございます。すいません、ありがとう。ソウスケ、シリボールドの答えは、あ、言ってない、あのカチンコあるじゃないですか、それをなんかカット撮影する前に、はい、じゃあこのシーンなんとかかんとか、よーい、はい、みたいな、なんかカチンってやって、カチンってやった人がはけてなんか撮影始まるんですけど、その例えばすごい引きで撮ってる時とか、このカチンコをしに行くにはあまりにも遠かったりしちゃう場合は、あのそのシーンの尻でカチンコするよっていうのがシーボールド。だと思う。私の理解、私の解釈では。私の解釈だよ。最初の頃とか、え、これ何言ってんのって思ってたけど、あ、そういうことかってどんどん気づいてった。本当に最初の頃、本当、え、何て言ってんのみたいなって思ってた。でも短編映画撮った時はカチンコを忘れたらしくて、カチンコなかったの。私カチンコ楽しみにしてたのに、カチンコめっちゃ楽しみにしてたのにカチンコなくて、あ、カチンコないんだ、忘れたって言ってる、残念ってすごい思ってた。カチンコ、あれはね、ナスとか結構栃木の山奥とかだった気がするんだよね。だから取りに行ける距離とかでもないしみたいな。それがすごい記憶に残ってる。だから手でやってました。コスタリカ戦まであと23分。あららら、もうすぐ始まりますね。オーディションで選ばれたのかと思ってました。
AKB オーディションです。 AKB やったな、群馬のドームで。あ、ドラマ？あ、オーディションではない。オーディションってなんかあんまりないかもしれない。受けたこと、受けたいですとはずっと言ってるけど、なかなか巡ってこないですね。受けたいって言ったから受けれるわけでもないんですよね、オーディションって。その自分の事務所にオーディションの募集が来てるオーディションもあれば来ないのもあったりとかで、事務所に来てるからって自分が受けられるわけでもないとか、もうオーディションを受けられること自体も結構難しかったりするんですよね、そのやりたいことをとなると。結構この説明は難しい。まあいいか、そこは説明しなくて。まあいいや。やばくない？もう始まるよ、コスタリカ。コスタリカ。コスタっていうコーヒーありません？あれってコスタリカと関係あるのかな？最近めっちゃ見ません？コスタ、コスタって読むのかな？映画館とかにもありません？コスタのコーヒー。確かにコスタリカってどこにあるんだろう。確かに確かに、めっちゃ聞くけどね。ここにあるんだ。メキシコの下の方。パナマ。パナマの上。ちょっと待って。そうなんだ。うわーすごーい。久しぶりにこう地球儀を見た。すごーい。すごー、地球儀ってすごー。地球儀。今は日本。なんかね、小学生の頃国の名前いくつ言えるかみたいな、なんかそういう担任の先生が社会の先生だった時とかにそういうミニゲームみたいなして、なんかもうほぼ全部言える人とかいた。小学生だよ、すごくない？小4とか小5とかだった気がするな。そう、国の名前をめっちゃ言える人がいたな、小学生でだよ。すごくない？絶対家に地球儀あったな、その人。あ、国旗見て当てられる人もいたな。
懐かしい。なんか今になってさ、小中学校とかの教科書とか見たら楽しそう。数学とかの、数学とか今になったら絶対できないけど、逆に文章問題とかなんかできそう。国語のなんか文章読み解いてみたいなやつ、わかんない、今になってやったら楽しそうだな、そういうの。だからほんと社会とか歴史とか本当に嫌いだった学生の頃だけど、今やったら絶対楽しいよね。理科とか、理科科学とかも本当に何のためにやんなきゃいけないの、興味ないしみたいな、知りたくないしみたいな思ってたけど、今思ったらなんかそういうのがいろんなことにつながってるからで、学ぶには早すぎたのかな。もっと世の中の一つ一つに興味を持ってた私だったらもっと楽しかったのかも、勉強が。ってことは世の中のなんか不思議なことをたくさん不思議だなって思えたら勉強って楽しくなれるのかな。本当になんでやんなきゃいけないのって本当に思ってた。懐かしいな。でも宇宙のなんか授業とかはちょっと楽しかったけど、興味あったから。好奇心って大切だね、本当に。好奇心、そうだね。今になって学校とか通ったら絶対なんか楽しいのに、勉強だって教えてくれるんだよ、授業で先生が。今ってさ教えてくれないじゃないですか、そんな毎日毎日何かしら教えてくれる。だからこうやってショールームして、これって何ですかって言ったら、こうやってあのインフィールドフライとかオフサイドとか教えてくれるけど、これ知りたいって思えるものが多いといいんだよね。でも学校っていいな、本当。また話戻りますけど、ファーストラブを見て、あ、学校っていいなってすごい思った。毎日友達がいてさ、毎日会えるんだよ友達に。すごいなんか。すごいなんか換気口の方からめっちゃ匂いする。何作ってんだろう。ね、どっかの夕飯の匂いなのかな。絶対そうだよねこの時間。換気口ってさ外だもんね、換気口。皆さんって換気口って開けてますか？これって閉めちゃいけないんだよね。でも激寒じゃない？だから寝るときだけ閉めちゃうんですけど、激寒だよね。でも閉めちゃいけませんみたいなのさ書いてあるもんね、基本的に。でも換気口を閉めてさ、閉めるとさなんか24時間換気とかのせいでさ音うるさいよね。
これ自分家だけかと思って結構メンバーとかに相談したことある。すごい、何の話って感じ。だからね、換気口は全開で開けてるんですけど、寝るとき以外。そう、気圧ね。窓開ける。え、家出るときとか基本的に窓開けてる。そのちょっと出るときとかね。今日も基本的にずっと開けてた、寒くなるまで。換気大好き、もう換気大好き。実家帰っても窓開けようってなる。でも寒いからやだみたいになるけど、換気大好き私。外の空気大好き。しかも冬に換気をいっぱいしてると春夏とかに虫が出てこないらしいですよ。冬の換気でね、なんかそういうなんか虫とかの卵とかがね死ぬんだって。だからね、冬の換気大事ってなんかツイッターでバズってるのが回ってきた。いや、窓閉めてま、あの開いてません、さすがに寒いです。今は開いてないよ、ショールームしてるしね。でもさ、小学校、中学校、高校とかってさ、網戸なかった気がするんですけど。カーテンはあったけど網戸ってないよね、学校のさ窓って。だから余裕で大きい虫とか入ってきたもんね。網戸ないとかさ無理。でも学校ってないよね、絶対。絶対なのかな、なんかいい学校あるのかな。しかもさ、プールの後とかさ、ドライヤーなくなかったですか？今考えたら信じらんない、ドライヤーなしとか。だってプールってさ絶対強いじゃん、なんか消毒とかシャンプーもしないしさ。なのにドライヤーなしでさ、あの夏の温度と風で乾かしてたってことでしょ。すごい、そう考えると子供の頃って。どうなってたんだろうか、なんか自然乾燥された後の髪の毛ってやばそう。全然覚えてないけど、それが嫌だって思ってたかどうかしら。懐かしい。なんか冬の体育の後は砂ぼこりで髪がもう櫛が通らないみたいになって、なんか女子が鏡の前でこう櫛で溶かしてるっていうのはすごい覚えてるんだけど、夏のプールの後って覚えてない。あと冬って絶対縄跳びしませんでした。冬の体育って縄跳びと持久走ってイメージ。痛いんだよね、縄跳びがこう当たった時。寒いし痛いし本当に嫌だった。痛いんだよあれが、縄跳びが。懐かしい、持久走とか懐かしい。やば、コロッケ部個人ランキング1位、イエーイ、ナンバーワンコロッケ。コロッケ作る配信もしたいんですけど、待っててくださいね。ちょっと終盤でやります。やばくない？ずっとずっと喋ってるね。すいません、本当にずっと喋ってる。終わりにするね。もうすぐコスタリカ戦始まるしね。まさかだよ、こんなにねいっぱい喋るとは思わなかった自分が。
ありがとうございます。じゃあランキング読みます。20位おやちゃん、ありがとう。19位キー、ありがとうございます。18位トリル、ありがとうございます。17位ひろのりステージ楽しかったよ、ありがとうございます。16位うわぽ群馬ニア、ありがとうございます。15位ふっとお魚天国、面白かった、面白かったよね、ありがとうございます。14位ジェリー、ありがとうございます。13位ただちゃん、ありがとうございます。12位シードシード、ありがとうございます。11位赤鼻のソルティ、ありがとうございます。10位カズミン魚魚魚、ありがとう。9位かなちん最近好きになりました、やっと嬉しい、イエーイ、ありがとうございます。かなちん8位アスカマサシ群馬ニア、ありがとうございます。7位とち太郎、ありがとうございます。6位ヨッシーピッツァうまかった、えピッツァあったの今日、ありがとうございます。5位ジャン群馬ニア、ありがとうございます。あごめんなさい、アスカマサフミすいません、ありがとう教えてくれて、マサフミもう覚えました、ありがとう。5位はジャンさん読みました、ありがとう。4位りょう幕張の群馬ニア、ありがとうございます。3位ジャビアス群馬ニア、ありがとうございます。2位西野敬吾、ありがとうございます。そして1位ソウスケ群馬ニア、ありがとうございます。クマじゃないコロッケ、ありがとうコロッケ、ありがとうございます、ありがとう。そして今日お魚来てくれた皆さんもありがとうございました。お魚もうねすごいレアな、ある意味レアな紙イベでした。魚をね皆さんにいっぱい食べてもらおうっていうあのイベントですので、いっぱい食べましょう皆さん、魚いっぱい食べよう、イエーイ。じゃあ終わります。じゃあ皆さんコスタリカ戦楽しんで、オフサイド覚えた、ありがとう、バイバーイ、バイバイ、コロッケありがとう、バイバイ。